Jトレードにあるのたくさんの絶版車ガンガン紹介していこうと思うので営業募集中です。 YouTube 出れる方お願いします。エミちゃんおはよう。おはようございます。今日は十数台入ってくるらしい。今回コンテナ1本で数千万通関終わったんで港に取りに行きたいと思います。運転するの折れちゃうけどあのね、なかなかもう今ばかり輸入できてる人ってほんといないと思う。もう自分で言うのもないんやけど高いの覚悟で持ってきました。業者に業販決まってるのもありますし、現状で欲しい方がいてもしかして値段が合えばやけど、ほんとね謝っときます。本日の為替が147円ぐらい。僕すいません、めっちゃ高い時に買ってます。高いです。でもね、あのうちのお客様に提供できるベースがなかったので今買ってきました。時間はかかりますが、はい、バンバン仕上げていきたいと思います。面白いのいっぱい見せるんでチャンネル登録よろしく。本日の1人目帰ってまいりました。今回はちょっと実は頑張っておりまして、今じゃ考えられないんですけど 1,2,3,4,5,6 台。もう気づいておられる方もいらっしゃると思いますが、全部 Z1 です。今なかなかね Z1 をこれだけ買い付けるってすごい大変で、オリジナルペイントもありますね。そんなんでね、今回 Z1 を買ってまいりました。1台ずつねパッと紹介していくと、これ Z1B ワンオーナーのオリジナル車発見して買ってます。これ青玉ですね。色が抜けて茶玉に見えたけど、実はこの辺見るとわかるかな、青玉ですね。2代目 Z1B 茶玉オリジナルです。ようここまで乗りますね。これようバースト銭湯乗ってましたよね。このまま放置されてたんですね。すごいね、納屋で発見してきたやつです。完全納屋もんです。列車って言ってもめっちゃ綺麗やん。これいいですね、錆びないね。めちゃめちゃいいバイクに仕上がります。これオリジナルヤレ Z 来ましたね。これ汚れやね、錆びじゃないっすね。ミシガン州から来ましたよ。これも Z1。 いやいや、まあこれはね乗ってましたね。80年代70年代、ちょっとわからんすけど、カスタムペイントで、これもカスタムペイントでミシガン州。お、今回ナンバーついてるの2台やけどミシガン州で、これがね2002年、こっちは92年やもんね。長い間止まったままになってます。何台かはねもうね業者さんに業販で行くやつもあるんですけど、この円安の中頑張りましたんでちょっと紹介していきたいと思います。最高やね。これもしかしたらいいバイクかもしれない。 Z1B ガセットも完璧。これもしかしたら面白いかもしれないですね。そんなんで紹介していきたいと思います。現在 J トレードでは絶版車をレストアするメカニックを募集してます。できる方はぜひぜひ。うちもねコンテナがつけれたらいいんですけど、40フィートのコンテナをつけると近所の方の迷惑になるので、港でねコンテナを開けて、だいたい18台から20台を3往復で持ってくるのが今のパターンになってます。これいいですね。これアメリカの当時の CC バーがついて面白いね。これね、そう Z はね旅してはったんでしょうね。でフロントがねもうライトもついてないってことは、これきっとウィンドジャマーかなんかのねカウルがついて旅仕様やったんですね。ただ92年のステッカーで終わってるんで、まあまあ90年代でもう20数年止まってるんですよね。90年代から止まってるってことは、こういったね後ろのキャリア、はい、欲しい方がいたらまたヤフーオークションの方に出しておきます。結構ねあんなをね好んで欲しがる方もいらっしゃるんですよ。今回もう一つ Z1で旅するのでまた違った形の自分のキャリアがあります。はい、こんなキャリアもねヤフーオークションの方に出しておこうかなと思います。これはもう間違いなくアメリカでカスタムペイントされて、お LTD のフェンダーついてますね。リアのホイールも LTD のホイールなんかな。LTD カットフェンダーがついてるんで、あ違うな、これ個人で切ったカットフェンダーですね。前後の大きさが入ってないです。これ青玉ですね。放置されてたね。これもフロントにフットペグがついてますね。ミラーも当時のオリジナルのまま。これは当時もののメッキのチェーンガードがついて、ジャーニー風のマフラーがついて、塗装が黄色に塗られて、 Z
Z1 がこんなにずらずら狂ってないですよね。いやもう本当にうちもね Z1 のベースがなくて、業者さんにもよく聞かれます。でもね今回も思い切ってね、高いですけど買いまくっちゃってみました。本当お客さん一生ものを作ってって言われてもね、フルベースがないので、しっかりエンジン開けてしっかり作らせてもらって、こっから何十年も走れるようにね、収めていきたいと思います。これは見るからにシートはちょっと破れがあって、グリップぐらいやな、変わってるので、ね、これは今回の目玉ですね。こっちはこれもグリップかな、樽型グリップ。やっぱりねアメリカでもきっとねずっと走ってたらもう手しびれるんでしょうね。これもグリップ以外は新車からオリジナルのままじゃないでしょうか。あと変わってるのはパッと見てタイヤぐらい。マフラーも運が良かったら穴開いてないんじゃないかな。何本かはね入れ替えて貼るかもしれないですね。オリジナルのマフラーで、リプロとかではないです。これを下ろしたら次の瓶を取りに走ってもらいます。18台かな、入ってくる予定になってます。帰ってくるって連絡がありました。そろそろ帰ってくる頃かと思って撮っております。帰ってきました。頼ますよ、ちゃんと一時停止してよ。そこ一時停止やで。一時停止しております。さあ何が乗ってるか、よーけ乗ってるね。あら今回ナンバーついてないですね。ナンバーが全部外してあるな。リペイント Z1、 これオリジナルペイントかな。うわーすごいね、青玉で色残ってますね。タイガー、これもまだやれてるけどいけそう。茶玉 ZR1 型、そして茶玉。いやちょっとこの青玉感動やな。ということでまた Z が第2便がっつりきましたね。茶玉当時もんやれしよう、作れるね。ZR1 型綺麗ですね。お、ロックハートついてるね。オリジナルペイント、うわ Z1A 残念ながらここにエクボがあります。これまたね職人さんに直してもらいたいなと思います。こういったねエクボとか、もしタンクにへこみなんかがあってオリジナルペイントが残したいってことであれば、うちそういったね修理もできるので声かけていただければと思います。青玉いいね、久しぶりに綺麗に色の残った青玉が来ましたね。これはねちょっとリペイントになっちゃってますけど、74年9月生産ってことで Z1B です。さあじゃあまたガンガン下ろしていきましょう。これをヤレ Z が作れると言うて、この塗装をしてると言いながら仕入れてる俺もやっぱり変態やけど、本当にいい感じでやれてるね。ゆくばそれ何マイル走ってる？2800マイル。はあ、走ってるよりも放置されてる方が長いんやな、やっぱり。うわ残念ながら右のタンクがベコーンといっとるね。ベコンベコン。まあでもこれも直せると思うんで、このままの色がいいって言っていただいたら直しましょう。あ、住民がおる。ほらこんなところに何が住んでるか楽しみですね、うん、サソリとか出てきたら面白いよな。 ZR1 型久しぶりやな、 ZR なんて。いやでもこんだけ Z1 だけっていうのもすごいね。そうかやね、 Z1 仕入れが大変。これも本当にオリジナル度高いな。いいね、これはサビもなく。いや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 、これあれやね、きっとリプロマフラーつけてもう何万キロか走ったって感じなんかな。ようやけて。走行距離どれぐらい？43,000。ああ、エンジンあった後もあるしね。一回止まっててまたアメリカで復活されてって感じやね。ショックとマフラー入っとるもんね。おすごいね、チェーンオイラーもついたままってことは、まあ当時からやろな、このままずっと当時からやねんやろね。 Z1A マフラー、グリップ、ミラーが変わってるね。でオイルクーラーつけて、あとはオリジナルやね。タンクがちょっと残念ながら一箇所エクボあり、まあ、この辺はねリプロに変えてお値打ちに乗ってもらえる車両に仕上げたいと思います。これほんと色飛んでないね。なかなかここの状態で青玉が残ってるの珍しいね。これは集合管、後ろのグラブバーぐらいかな、外されてる。これは川崎のディーラーオプションのカーカーかな。センタースタンドをうまく避けてね、そのままセンターで立てることもできるタイプのものになります。今回トラックに1,2,3,4,5,6台乗ってきたうち1台以外全部オリジナルペイント。
青玉、イエロータイガー、茶玉、レープの玉、ZR、サーダストシルバー。フレーム番号もね、石釣りちゃんと取って確認した上でないと買わないんでね。不正な黒糖は一切ありません。登録にも問題はありません。現行車苦手です、ジェトレ。さあ3回目は Z1 が2台だけしか乗ってないですね。 Z1 に今回全部 Z1 のナンバー外されてるな。 Z1A、 これも綺麗なイエロータイガーやね。サイドカバーが欠品、フロントフォークがロングフォークになってますよね。チョッパーなっとったんやね。でもそのチョッパーなっとったんはいいんやけど、マフラー腐ってるしね。まさかのこれ水没車かもしれんね。この腐り方どうなんだろう。それか湿気が多かったのか、ちゃんとチェックしたいと思います。そして Z1A オレンジタイガー、これはオリジナルペイントですね。これもターンアウトのアメリカらしいマフラーついてますね。おステッカー、これペンシルバニア、88年89年なんで、これもきっと30年40年止まりっぱなし。当時の古いダイナついてますわ。そうやって考えたらこれ2つとも結構番号若いんちゃうかな。キャブレターが初期型キャブレター、初期型キャブレターですね。でこれ GS 線、アリゾナから GS 線が来てます。これは2023年までアリゾナで走ってましたね。ってことはこれは止まりっぱなしじゃない、動きそうやね。 GS 線 E が来てます。マフラー以外オリジナルじゃないかな。スーパートラップついてますね。でカウルはクーリーのカウルがついてますね。でダイナローライダー、これはミシガン州から来ましたね。あとはスポーツスターが1台とフォーク、今回フォークが1台入ってます。これは250かな、400かな、400のフォーク。そしてパパさんかな。最近ね、日本にねエボのねスポーツスターがあんまりないんですよ。5速のスポーツスター、パパさんオリジナル系がないんでね、結構このオリジナルがね入れてみました。探されてる方いたらご連絡ください。これはもううちの得意なダイナローライダーキャスト付きね。日本ではスポークホイールなんで、こうやってアメリカからエボのファイナルのローライダーをいつも入れるようにしてます。でトリプルディスクの GS 線、クーリーのカウルがついたやつね。でレストはベース車ですけど Z1A が2台って感じになってます。今回なんかオイルクーラー付きが多いな。これはインディアナ州から来てますね。1980年代のレジストレーションは貼ってあるけど、これも長い間止まってるんだろうな。間違いなくロングフォークなってますよね。ロングフォークで、リアは16インチ、チョッパーなってますね。はい、放置の長いバイクですが、しっかりとレストはしたいと思います。もしくはね、このまま、はい、行販でどっか出て行ってしまうかもしれません。もうこんな当時もんの声もどうしようもないよねっていうのは、こう作ろうと思って作れるやれ方じゃないもんな。久しぶりに色の残った青玉が来ました、当時もんの。ただこんなん言うたらあれやけど、お、浴びてないねんの。でもこっからガソリンが拭いた跡があって、拭いたガソリンがこの辺の塗装を犯してるんだね。いやこれ本当にタイヤとマフラー以外は、うわグリップも裂けてるけど当時のままずっと残ってたって感じですね。31,200マイル、オリジナルでそんだけ走ってたよね。工具も乗ってるし。さあそんな言ってる間に卸しが始まったね。ホーク2ですね。さあこれはね、久しぶりにねバイヤーから綺麗なパパさん見つけたんですけど、こんなん昔は輸入したこともなかったんですけどね。今は日本にオリジナルのパパさんとかスポーツスターが本当ね残ってないので、綺麗なオリジナルを見つけたら入れるようにしてます。エボのねスポーツスター、この辺の時代のはね本当人気があります。そしてうちのお得意ダイナローライダー、この GS がちょっとなんか楽しみやな。いやなんか80年代のマフラーやな、なんかデザインがスーパートラップ。ほんとこれもマフラーグリップ以外オリジナルやね。これレジストレーション見たら2023年11月まで走っとんね。これはもしかしたらスッとそのままいけるかもしれない。まあそんな余らいでもアメリカから来たバイクは、なかなかの錆び具合やね。マフラーもでもマフラー錆びてる割に他錆びてないね。綺麗やな。これ見て綺麗言うてる時点で
俺たちの感覚もどうなのかなって世間の人は思うやろうけど、おかしくなっちゃってます。あ、でも懐かしいな、ほんと昔のダイナやわ。そのプラグといい、プラグの刺さり方といい、そのバンドで止めてる、あ懐かしいな。うわこれサイド、両方ともサイドがついてないね。サイドカバーどこにもなかった。ほんと残念。ロングフォークやで、こんなん好きな人いるかな。チョッパーやで、チョッパー。ちょっと日本でこのハンドル、この雰囲気、このシートで乗ってる人少ないよね。どうですか、誰かこのチョッパースタイルでこの Z1 を。オッケー。さあこれで無事18台、今回18台しか乗ってなかったね。まあ大体ね、大型余裕を持って18台、中型とかも含めてギュンギュンに詰めて22台ぐらいまでになるんですが、はい、入荷完了しました。あとはまたね、1台1台チェックしてから販売に出していきたいと思います。お疲れ様。まともに動くやつはないの。前 KZ900 のやつでちょっと行ったんじゃないですか。入荷した車両、どんどんああやってエンジンチェックして、ライトがつくかウィンカーが出るかチェックしてくれてます。キャブレターはね、もううちでオーバーホールしてある、はい、キャブレターつけてああやってチェックを1台1台やっていきます。